遅れてゆく忘れたくないと心が言う思い出ばっか増えてゆくずっとそばにいたい泣き虫でもいいかな強がらないでいいよ限りある恋だとしても出会えて幸せですいつまでもいつまでも続いてほしいと願っている手を取ることはできずとも私はあなたを好いているあなたの夢で心安らぐ目覚めたくないと僕は言う思い出ばか増えてゆく明日もそばにいたい溢れ出したら瞳をちゃんと見てよ見てよ見てあなたの影だけ伸びてゆく消えてしまわないでずっとずっとこの想いは変わらないいつまでもいつまでも続く欲しいと願っている手を取ることはできずとも過ぎてゆく今に抱きしめられている私の僕の時間どうも竹中雄大です。そしてゆうすけです。
はい、ということですね、はい、本日は妹コラボ第2弾ということで、ミセスグリーンアップルのフィート井上園子さんの天秤の歌歌わさせていただきました。ついに来ましたよ。前回僕の実の妹と月見草をね、まあ、本人と妹で、コラボしましたという動画がですね、はい、非常に好評でして、2回目また妹とコラボ見たいっていうコメントもたくさんいただいておりまして、ね、あの妹に僕が受けてもらっていいですかってね直談判して、はい、あの妹優しいですからねいいよということで出ていただいたんですけれども、彼女の方はもう妹できないのでね、はい、あのトークもここにいるという妹がね、カメラで横にいるという状態でちょっとお届けさせてもらえたらなという感じでございますけれども、でなんでまあ今回この歌をやったかと言いますと、はいはい、まあ、その前回の月見草を歌わさせてもらった時にたくさんリクエストいただいてたんですよ、コメントが。そうですね、もうめちゃめちゃヨウさんコメントいただいてたんですけど、うん、ぶっちぎりで天秤の歌歌ってほしい、天秤の歌歌ってほしい、これすごい多くてダントツやったダントツ、しかもなんかこう天秤の歌歌ってほしいっていう一つのコメントに何千っていいねがついてたり、うん、なのでこのリクエストにはちょっと答えなあかんなと、はい、いうことで妹に覚えてもらいました。ということで妹いかがでしたか、今回歌ってみて。あ、今回も緊張しました。今回も緊張しました。まあ、毎回緊張するそうで、ね、まあ、妹本当にねもうあの一般の学生なので、はい、まあ、何度も言うように表に出ていこうみたいないう気は一切ないみたいなんですね、なんですけど、まあ、あの僕の YouTube にはちょっと出てくれということで、まあ、今回も出ていただいたということですけど、ちなみにこの前回月見草を歌って、まあ、結構反響も良かったと思うけどどうでした。いらんな人にお褒めの言葉をいただいて、はいはい、アンチに殺されるかと思ってずっと言ってたもんな。ずっと言ってましたね。なんかもう私なんかが歌っていいんだろうかみたいな、アンチいっぱい来へんかなどうしようみたいな、めっちゃずっと怯えてて、だからもう僕のこの動画もしぶしぶ出ていただいてるでもまあ評判良かった、良かったね、温、うん、かいコメントばっかりで、はい、嬉しかったです。いや、ね、いや嬉しかったということで、はい、周りの子反響というか自分のその知り合いとかもさ、俺の妹って知ってる人もまあ周りにはいたりするわけや、どうやったらやっぱ見たっていう子が多かった、うん、恥ずかしくて宣伝してなかったけど、うん、もうバイトの人もサークルの人もみんな知ってて、恐縮まあ一回僕そのツイッターにもつぶやかしてもらったんですけど、はいはい、あの前回のその月見草の動画をまあ見て、いろんなそのレコード会社だったり事務所さんだったり、あとまあテレビ局からもなんか出演のオファーが来たりなんかとかって、もうすごいこう妹のね評価が高くて、僕はもうすごい兄としてあの妹様様やなと。いや本当に僕はありがとうございます、ね、ありがとうございます本当に頭上がるんですけど、今は結構こうやって仲いいけど、うん、俺中学生ぐらいまであんま仲良くなかったから。そうなの。俺が反抗期がすごすぎてね、妹と距離が空いてたけどまあまあ俺がバンド始めてぐらいから結構仲良くなったから、なので今回もね楽しみですね、どういう評判なのか、温かいコメントお願いします。皆さん、ぜひと、ぜひと温かいコメントでよろしくお願いします。温かいコメントでよろしくお願いします。まあでも竹中雄大 YouTube チャンネルではたまにね出演してくれるということみたいなので、ね、すいません、ありがとうございます本当に。ありがとうございます本当ね。今回まあコラボ曲でねカバーさせていただきましたけども、うん、まあ妹の歌とかでこういう曲聞きたいとか、もし皆さんリクエストなどあれば、うん、まあ、ぜひコメント書いていただけたら嬉しいなと思います。妹もまあその中から歌えそうなのがあったらね、もしかしたら歌ってくれるか、もしかしたら、もしかしたら、もしかしたら、もう僕とユースケが頭下げまくるんで、もうずっと地面に頭つけてる頭つけてね、お願いしますからね、ずっとしますから、はい、だからこれからもぜひね皆さん楽しみにということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ最後にこう妹何か言いたいことあれば、やっぱりはい、温かいコメント、はい、お願いします。これだけは厳守で、はい、やっぱり厳守でね、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではね、はい、今日はこんなところで終わろうかなと思います。はい、この動画がええなと、いや、雄大、妹、今日も趣味だわ。ええやんという方はですね、はい、ぜひあのグッドボタンとコメントとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。